今日はサンマの観察です。じゃあまず、おーちゃん、ここ見える？この丸い穴。うん、実はわかるけど、ここにも見えるかな。わかるかな。ここにもいます。この子にもあります。このスポットっていうのは何か知ってる？わかんない？寄生虫です。なんていう虫がここにくっついてるんでしょうか。僕よく歌歌ってたよね、昔。覚えてる？おしりかじり、おしりかじり虫に似た名前、なんだっけ、サンマ？ひじき虫。そう、サンマひじき虫がくっついた後なんですね、ここの後は。裏側もこっちはないか。こっちが、あ、ここもね、サンマヒジキムシが食った後ですね。サンマヒジキムシ、ここみんなサンマヒジキムシ食われてたやつですね。それでお腹の内臓にいる小さなオレンジの虫もいるよね、よく時々、うん、まあ1センチぐらいのこうオレンジの綺麗なやつ、うん、あれは知らないよね。ラジノリンクスっていう寄生虫だね。前言ってたよ。そうそうそう、ラジノリンクス知ってるね。まあサンマを食べる上では寄生虫も一緒に食べるっていうことを、まあ、理解した上で食べていくといいんじゃないかな。でちなみに、なんで内臓ごと食って問題ないかと言いますと、サンマの消化管にとどまってる時間っていうのはものすごく少ないんです。食べ物を食べてからお腹からうんこになるまでの時間がものすごく短いから、一緒に食っても大丈夫ですよと言われてます。でもまあ美味しいんだけど、ちょっと悩んじゃうかな。寄生虫いたら食べても問題ないけど、ちょっと外しちゃうのがヨーデルです。